カンタさん、カンタさん、お、五葉松買ってきたんですけど、どう作ればいいですか。五葉松か社長、社長みたいなはい、はい、何ですかこれは。石鎚五葉松、はい、京都、京都で買ってきました。はい、愛媛、四国のやつですね。こちらは以前ひるまさんが畳み込んだこともありますが、うん、その時のやつよりちょっと太めきなのかな。太くて枝が多いですね、なんかね、うん、値上がりっぽくなってる。これをカンタ先生ならどうやって作るかと。ただな、これな、ちょっと見てもらえるとすごいカンヌギの、カンヌギなんですよ、すごい木なんですね。これがだいぶ枝を抜かないといけないですね。はい、多少は正直言うとこっちの方が好きですね。こっち短すぎる、短すぎて、なんかこっちは内すぼのキュッてやるな、キュッて感じだけど、こっちはパッて感じで、そうですね、キュッて方が好きなんで、それぞれお好み、はい、ちっちゃくつくならでもこっちの方がっていうのもあると思うし、だからでもちょっとね、俺汚く感じるんですよね、こういう細かすぎると、細かすぎてファッて開いてるの、はあ、どっちも短いですけどね。そうそう、これもだいぶ短いけど、こっちの方がなんかキュッとまとまってる感じがあって好きです。僕は好きです、うん、僕はどっちも好きです、はいはい、で、2本あるうちでこっちの方が難しそうだからこっちやろうかって、見てもらえると幹が、だいぶ違いますよね。こっちは値上がりの細い木ができそうな木です、はい、で対してこっちはちょっと値上がりだけど太幹、どっちかというとまあ模様木に近いのができそうだなっていうのはパッと見思いました。なので模様木、模様木でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、じゃあ早速やっていきます。はい、まず最初にちょっとですね、作業をやりやすくするのと、見た目をちょっと良くしたいんで、このビラビラを取っちゃいます。そうすることによって足元の動きだとか、まあ、正面を決めるときに大事な、木の動きとか立ち上がりの迫力が見えてきます、はい、でもう僕は今回はこっちで作ります、はい、っていうのは、まあ、正直ね、立ち上がりはこっちの方がいいかもしれない。ただここがお腹が出て、ね、裏側に行ってるような感じがあって、こっちの方が内側がへこんでいて自分の方に返ってきてる感じがするので、うん、こっちにしたいと思います。でよく見てみると改めてこのカンヌキの多さに驚いてしまいますねこれむずいっすよ、どれ抜けばいいか。で正直言うと、まあ、カンヌキはいくつか残さないと、うん、見栄え的にはできないと思います。はい、なんで、本当にいらないところだけ落として、ただちょっとここは抜けないよねってところはそのままにしようと思いますね。絶対いらない枝があります。それが僕の構想ではこれが頭になって、これが差し枝になる予定ですので、せっかくここに空間がありますね、うんうん、この辺を裏枝を作りたいんですけど、これだとねちょっと2関節が長いんですよ。で逆に同じところから出てこっちの枝っていうのは短いところに芽があります。ほうほう、こっちの方が優秀なんですよね、懐に芽があるので。ほうほう、なんで今回はこっちを使いたいと思うので、こっちの長い方を切っちゃいます。はい、これがいらない枝その1ですね、うん、はい、ちょっと、長く残して切ってあります。はい、はい、でもう1個いらないなと思うのはこの差し枝よりも下に出てるこいつですね、うんうん、一番下枝になってますけども、下枝っていうのはすごく重要なんですけど、一番力を、強さを出すような意味合いのあるところにある枝なので、このか細いような芽がちょっと弱いような、そういうようなやつではちょっと差し枝には向かないんですね。現にここにいいのが、落ち方もいいのがありますので、これを使うって考えた時にやっぱこれはいらないんじゃないかと、うんうん、思いますので、これも、はい、切っちゃいます。であと、まあ、見た目の話ですけども、こことここと、うんうん、あとねここがね同じところが出てるんです。カンヌキ3本入ってる、3本同じところが入ってる、まあ、厳密にちょっと4本これもちっちゃいのあるんですけど、はい、これはいらないですね、うん、3本、まあ、さっきは4本入る、まあ、3本にしましょう、はい、3本入ってます、入ってます3本入ってるのとこの頭入れるところ4本になりますね。1、2、3プラス軸なんで、うん、4本になっちゃう。これを2本にしたいんですね、理想は。本当は、はい、
ただそれはさすがにできない。これを取り過ぎてしまうと本当に寂しい気になってしまうので、はい、見た目の話ですけども、これとこれって、うん、まあ同じ底が出てますよね、うん、そうですね、見えます、シーソーみたいな、ここの裏の絵だってあんまり裏からで、うん、あの同じ底が出てるように見えないんです、うんうん、まあちょっと出は悪いんですけど、上から出てますけど、この下げてくるとここの枝の代わりになると、うんうん、いうところがありますので、これを切っちゃいます、はい、そうすると、うん、カンヌキがなくなったように見える、見えますか、見えます、はい、差し枝ですかね、もう一個の方が、これね、はい、これは切れない、絶対切れない、重要ですから、はい、で、この枝をこう下げてきて、うん、そうすると反対の逆枝になりました、うん、なるほど、で、この辺が頭になりますので、はい、今回はこういうような形でできればいいんじゃないかなと、うん、頭をどうしようかと思っていて、この高さで作るか、もうちょっと作ってちょっとひょろひょろと頭の長い毛を作るかと思ったんですけど、はい、いらないんじゃないかなと。どっちが、頭が、上が、上の、そこもカンヌキですもんね、うん、なのでカンヌキの逆に軸の方ですね。ああ、軸の大きい方、大きい方をここで取っちゃう、はい、もう切ってもらった、で、この辺はこう裏に四方にちょっと残しますけど、作ってあげると頭になるんじゃないかなと思います。こういう感じでやっていきますね。はい、わかりやすい、わかりやすかったです、カンヌキの切り方、はい、重要なところを残したりとか、どこを残さなきゃいけないっていうのをまず考えて、うん、で、逆にそれがあるんだったらどこがいらないんじゃないかって考え方をしてます、うん、まずどこを必要にするかっていう順序で考えればいいと思います。はい、じゃあ今度は針金かけていきます、はい、極端にこの辺に針金をかけるつもりはないです、うん、もう枝だけでかけてしっかり模様になりますので、はい、そういう風にしていきますね。あとはここのとこですかね、うん、ここちょっとだけ、ちょっとだけ振ってあげてもいいかもしれないなとは思います。ただまっすぐなんで、本当に針金細いやつじゃないとダメですね、これね。川崎先生だとちょっと大変かなと思って金さんに渡したという次第です。あとこれもいらないな、これは、あ、ちっちゃな下に、下から出たりと、うん、これも、これは本当はいらないと思うんですよね、長すぎるんで。そうですね、でも多分ね、はい、この目の強さ見るとこれ切るとこれ全部枯れちゃうような気がする。はあ、これ一番強いんで、はいはい、目の大きさが全然違うんで、そういうことがあるんだ、はい、これは一応つけといて作ります、はい、それやっぱ木がちっちゃいからそういうことになるのかな。そうですね、若いから、はい、これでも十何年ぐらい経ってるよね。経ってると思う、結構古いですよこれ。そうですよね、あとは全然植え替えしないと思う。あ、植え替えしないで置くと結構肌がきやすいんですよ。へー、そういうのもあると思います、うん、じゃあ針金かけますね。はい、ちょっと最初に軸のところをかけていきたいんで、今切ったちょっと長く残してるところに太いやつをかけます、はい、大体2ミリぐらいの太いやつ、どういった初等科になれるんですかって話して初等科には最初初等科じゃないのなってるけど、名札がないから。あ、俺が書いてない書いてよすいません、ちょっと振り出たの分かりますかね。ちょっと、ま、左に曲げた感じですね。左に曲げてちょっと返してやります、はい、にしました、この先細いやつこれからかけていきたいと思います、細い同士でかけて、これちょっとこの辺に力を借りながら、太いのはこっちに寄せてこうして、とこれはこうしてっていう風に、ね、うん、やっていきます。はい、この枝の先端の方もカンヌキとかはいっぱいあるじゃないですか、うん、それはやりながら切っていく感じ、指で落とせれば落としちゃってもいいですよ。なんか積んじゃう感じ、要はこう針金こうかけていく中で枝をこう横向きにしてったりするじゃないですか、はい、その時に3本あるうちの1本いらなくなるのか分かるのかなとか、うん、そういうことですか。じゃあちょっと例えばここなんですけど、これ今の状態だと分かりにくいですけど、これを横にしてみますね。こっちか、ほら、そして3本になってます、3本、はい、これを針金かける時に枝をね下にしたい、まあ、横にしたいわけなんです、こうやって。そうするとここどこかにね、こう下に行く目があるんですよ、はい、例えばこれで言うとこれとこれが横に向いてますね、はい、
でこの逆側のやつは下向いてます、はい、裏もいらないわけです。ほうっていうふうに3本のうちの2本にしてあげればいいっていうのと、はい、まあこういうところもそうですね。ここ、うん、下から出てる、うん、下から出てるのは取っちゃうと、うん、ただ使う時もありますっていうのは短い場合とか、うん、もう一方がちょっと使い物にならなかったりとか、うん、そういう時は、使いますけど、将来的に建て替える予定だったりとか、そう、うん、は残しますね。勉強になるチャンネルですね。高評価とチャンネル登録をお願いします。あとストアでいろいろなんか買ってください。蜂の海外発送あります？できます。海外発送を、まあ、別業者が入ってますけどね、はい、結構いました。蜂は結構多分100近く売れてるじゃないかな、トータルで。あの金沢でも、金沢でもあのね、蜂どうですかって、うん、あのリスナーの方に言ったら、もうストアで買いましたって方がいらっしゃいました。さすがです。最近あれ気づいたんですけど、あの水やると蜂が湿るんですよ。で水がなくなると蜂が乾くんですよ。おってことは水分かるんですよ、あれバロメーターにあるんですよ、うん、まあ、その時の土のあれなのかもしれないけど、それがなんか分かりやすいのと分かりにくいのもあったから、なんとも言えないけど、結構乾きが分かるっていう蜂に作れば、ね、売りにしてもいいのかな。愛用管理しやすい、うん、下の棚ができて、上の枝を下げて隙間を埋めていく感じっぽいです。当時は楽しそうです。先生不在で楽しそうですね。先生いなくても。完成。はい、もよぎになってますね、はい、あれだね、逆枝がちょっと長いかなってさっき言ってた。そうね、うん、そこは本当切りたいやつ。まあでも真正面に持ってきて短く見せてます。見せてるという感じです。ポイントを教えてください、はい、まずは貫禄がいっぱいあった木ですね、うん、この木の場合は、はい、で必要な枝っていうのを最初にあらかじめ決めました。差し枝、あと裏枝が必要だよねっていうと、うん、頭をどこにする、でその中からいらないところを順々に切ってってこの枝数になったと。なるほど。まあ、あの針金自体はですね、そこまで厳しいことはしてないですから、うんうん、ある枝を伏せて足りないところに持ってってって、そういうような簡単な針金かけだけど、それでもまあ形になったんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、目起こしとかはしてるんですか？今ねちょっとねやろうと思ったんだけど、はい、なかなかね細かすぎる、細かすぎてちょっとできないですね。これできるけど全体上上がっちゃう、うんうん、でもなんかだいぶ上に向いてるっぽくは見えてる、うん、ただあの下っ端取ればいいんですけど、うんうん、下っ端取りすぎるとこの葉っぱが少なくなっちゃうんで。なるほど。あまり取らない方がいいなと思って、まあまあ、こんな感じしました。これも素材から骨格作るっていうところですかね、はい、目的としては。でだんだん自然に上向いていきますから、うんうん、あのいいと思いますので、ちょっと一個ですね、この裏枝なんですけど、はい、ちょっと長いんですよ、ここね。ほうほうほう。でここちょっと屈折してますね、畳んで、はい、ちょっと短く見えててますけど、ここにちっちゃいのがあるんです、うんうんうん、内側に。これが大きくなったらここはここで切って、そうするとコンパクトになると思います、うんうん、今だけちょっとみすぼらしいところがありますけど、はい、一旦完成でいいと思います、はいはい、これであとは古くなるだけで植え替えて、はい、立派な盆栽になると思います、はい、嬉しいです。ありがとうございます、はい。枝抜きが基本となった動画になりましたけれども、うん、はい、必要な枝っていうのを自分なりに見つけて、うん、でそこから逆算してこれはいらないんじゃないかっていうことを考えていただければ皆さんもできると思いますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。なんかイメージとしては差し枝と頭とりあえず決めちゃってみたいな、はい、重要なそこですね。であとは裏枝と、うん、で逆の枝という感じで、まあ差し枝が一番ここを
聞かせたいんだっていう枝を見つけることから始めるといいと思います。なるほど。ということで、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you. Goodbye. 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 もう同級生が見てる前でこれやるの恥ずかしいですか。Goodbye. 大丈夫そう。ありがとうございました。パンダさんは五葉松どこのやつが好きとかあるんですか。そうはないっすね。ない、うん、だから育成によって変わってくからってこと、うん、じゃあどういう葉椒が好きなのか。僕は色の濃くて内壺のやつが好きですね。内壺。ああ、じゃあここの絵とか。ここの絵が好き。違うんだ。ここの絵はこういう感じなんですよ。うん、わかる。ここ極端に言うとこういう感じ。あ、ちょっと流れてるみたいな。分かる人いんのこれ、ね、僕が好きなのはこういう感じが好き。あ、つぼみっぽい。つぼみっぽくてクラウン系。でもここの絵はこのちょっとね、間が空いて。だから理想の、理想はね、理想見ようよ。僕が好きなのはこれなんです。え、じゃあ、 あの品種物なんですけど、はいはい、こういうような内壺で緑が強い方が好き。例えば他で言うと、ここの絵、これここの絵はなんか一応意味わかるから、こうなってるんです、こう、うん、隙間がちょっと空いてる。そうそうそう、うん、はあんまり、あんまり違う。こういうかは理想ではないと思う。僕はこういう詰まって内壺のやつが好き、うん、なるほど。なんとなく言いたいことは分かりました。まあ、ご用もいっぱいありますね。さっきのは八つ草の小なのでいっぱいバーッと詰まってますけど、あの培養次第では普通に、なんだろう、一般品種でもああなるんですけど、はい、だから理想によってはね、なんかまたね、品種ものだと思いますけど、うん、なんかあれっぽい銀やつっぽいですね。したらちょっと外に開いたものがあるし、いろんな種類あるんですから。どっちかというとこれはちびっちゃくて、ちびっちゃい、開いてるやつですね、うん、こっちの場合は。そうね、こうなってる感じ。こっちの方がまだこう内壺の、これは内壺の方が好き。つなぎる。今週の高木清志郎です。じゃあ、こんにちは。何日目？今日は26日目。26日目、はい、どうですか、もう。そうですね。寒暖差にちょっと。昨日寒かったんで。寒かったですね。今日暖かい。寒い日は必ず風呂に入ってます。あの、浸かるようにしてます。そんな情報は別に。そんなことよりも、はい、この盆栽の弟子として。はい。あの、売り物を作りました。あ、シャリも多いじゃない。ちょっとだけこう値段が売れるみたいな。素材から作ってるもんね。そうですね、まあ、でも素材着なので、うん、完璧にはやらずに貧乏を頭とかもどれにするかっていうのも買った人がまだ選べる余地を作ってる。そうです。客引き枝とか言いますよね。っていうので、うん、完全な作品っていうわけじゃないんですけど、はい、旦那からやってみろ、教えていただいて、いや、お好きなようにやってみろ。おー、そういうスタイルですよね。そうです。で、見せて、おいいじゃないですか。失敗して学べみたいなとこもあるし、神田さんがいないときはずっとそういうことをやってました。楽しくやってますよ。セカンドは許可は、あ、許可も得たので、まあ、支障のない範囲でやっていこうかと思ってます、はい。まあ、週1、2ぐらい、1、2、うまくいけば3でさ、もう月1じゃん今。ですね、頑張ってください。そこで復習に入れてください。あ、はい、はい、まあ、頑張ってるということで、はい、頑張ります。安心しました。はい、はい、髪の毛大丈夫ですか。大丈夫です、かっこいいです。じゃあ、はい、またね。はい、さよなら。
Thank you.